はい、どうも、美少です。今日はマーベルの新作映画、シャンチー・テンリングスの伝説から新作ホットトイズの情報が公開されたのでまとめていきます。今回発表されたホットトイズは2体あって、主人公シャンチーとシャンチーの父であり、テンリングスのリーダーでもあるウェンユーのフィギュアが公開されました。シャンチーの方が気になる点が多いので、先にウェンユーについて話していきたいと思います。早速、価格と発売時期についてですが、価格は現在サイドショーの方で公開されているんですけど、250ドルとなっていたので、トイサピエンスなら3万1000円から3万2000円の価格になると予想しています。また、国内だと最安と言われているソダチトイズの方で予約が開始されれば、2万6000円から2万7000円くらいで購入できるんじゃないかなというふうに思っているので、ホットトイズにしては安い方かなというふうな印象ですね。発売時期については海外で2023年の1月から3月ということなので、日本での発売は2023年の5月くらいになると思われますね。ただ最近前倒しになっているフィギュアっていうのがちょくちょく増えてきているので、もしかすると2022年の12月とか年末頃にサプライズで発売されるっていう風な可能性はまだあるんじゃないかなというふうに考えてます。他にも前倒しで発売されるんじゃないかなっていうふうに思う理由があって、今発表されているプロトタイプのフィギュアなんですけど、これを見てもとてもクオリティが高いんですよね。ネットでの評判も悪い評判っていうのはほとんど目にしていないので、このまま発売される可能性っていうのがとても高いと思ってます。なので2022年以内の発売も全然可能性としてはあると思いますね。このフィギュアで一番の魅力はテンリングス、10個の腕輪とそのエフェクトパーツですね。ウェンウーが操っているこのリングっていうのは青いんですけれども、このリングにも秘密があります。それが UV ライトを当てると発光するっていう風なギミックがねあるらしいですね。サイドショーのホームページの方にそういう記載があったので間違いないんじゃないかなっていう風に思うんですけれども、ライトを当てるとこの青い部分が光るっていうことで、そこら辺もねいいギミックだなというふうに思いました。フィギュア自体はとてもシンプルなんですけど、このエフェクトパーツがあることによって躍動感がとても出ると思うので、ポージングさせる時とかは必須のアイテムとなりそうなエフェクトパーツになってますね。続いてシャンチーについて紹介します。まずこれを見た時に第一印象としては、シャンチー演じている俳優がシムリュウっていうね俳優の方なんですけれども、見た目がね似すぎていて、ちょっと恐怖すら感じる、そういったフィギュアの造形になってましたね。映画のポスターとこの画像を比較しても本当に本物そのままな見た目で、ホットトイズのヘッドパーツの造形技術っていうんですかね、とてもすごいなというふうな、やっぱりさすがホットトイズだなというふうに思いました。価格と発売時期についてはこちらもウェンユー同様の2023年の1月から3月の発売予定で、値段は250ドルというふうになっていたので、どちらもウェンユーと同じくらいの発売時期と価格になっています。スーツとかもとてもシンプルなフィギュアなんですけど、公開されている画像を見てみると、可動域はとても広そうですし、カンフーっぽいアクションシーンなんかを再現するポージングとかもねできそうな点がポイント高いなというふうに思いました。付属品については今のところネックレスと、スタッフと言われる棒が付属していることが分かっているんですけれども、それ以外にもね非公開となっている付属品があるんですよね。おそらくこちらもテンリングスの腕輪だと思うんですけれども、映画のネタバレにつながるから非公開となっているのか、もしくは全く別の違う武器が付属するかはちょっと分かんないんですけど、これからシャンチーの追加アクセサリーについては9月中にも発表されるらしいので、続報を楽しみにしたいと思います。この2つのフィギュアとても本当にシンプルで、かっこいいんですけども、正直買うとしたら僕はシャンチーだけでいいかなというふうに今のところは思ってますね。9月3日に公開される映画を見て、意見が変わるかもしれないんですけど、今のところ買うとしたらシャンチー一択かなと思ってます。値段もそんなに高くないので、発売後に価格が落ち着いてきた時とか、そういった時に買うっていう感じで集めるのであれば、安く手に入れることはできるんじゃないかなというふうに考えてます。顔のクオリティについては本当にこの2つのフィギュアどちらもとてもクオリティが高くて、先ほども言った通り特にシャンチーについては本人にしか見えないくらいクオリティが高いので、歴代のホットトイズの中でもとても上位に来る再現度だなというふうな感じで、とても楽しみなヘッドパーツになってますね。ここでもう一つ欲を言うとすれば、眼球稼働をさせてほしいなと思いました。マーベル系のフィギュアで眼球稼働するものってあんまりホットトイズないと思うので、ここでねこんだけ今の時点でクオリティの高いフィギュアを作れているのであれば、さらに
表情をね変えたりとか、そういうことができるような、そういった点をね改良してほしいなというふうに思いました。今日はマーベルの最新映画シャンチーから、主人公のシャンチーとその父であるウェンウーの新作フォトトイズの情報を紹介しました。さすがねアジアを拠点としているフォトトイズだなというふうに思えるようなフィギュアのクオリティで、まあ、顔とか特にね何回も言うんですけど本当にクオリティが高くてとても楽しみなフィギュアですね。まずは9月3日明日公開される映画がめちゃくちゃ楽しみなので、早ければ4日とかに見に行けると思うので予定立てて早く見に行きたいなというふうに思ってます。で、まあ、そろそろ登録者が300人いきそうな感じがしてきているので、よかったらねチャンネル登録だけでもしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。